なあ、ネルメロ、ココミン二突して、君も回復型ココミン目指さないか。ココミン別に現状の回復力で満足してるんで、回復特化型には興味ないです。いや、もういいだろ、別に十分だろ。うん、そもそもまあ勝利いたらダメージ食らわないしな。現環境ココミンの衣装もいいし、髪の毛の毛先が水色になってんのが好きだわ。いや、原神って髪の毛の毛先がグラデーションになってるキャラって基本的に神様なんで。あ、そうだから、勝利先生、眼神モラクスは毛先が岩元素色、雷神、まあ、雷電将軍、毛先紫色、ウェンティは風元素の色じゃん。まあ、だから毛先がピンクの髪だけど毛先が水に染まってるココミンは水元素の神だね。そんなことはない。あと、ちなみにフータオも毛先がちょっと赤っぽくなってるんで、フータも神ですね。それはないね。炎の神はベネットだと思うし、水の神は今んとこやらんかな。うん、まあ、だけどなんか毛先のグラデーションがちょっと魅力的な気がする。まあ、衣装のおへそが見えるのもいいし、通常攻撃3段目がね、この何、人魚姫、なんかディズニーで出てくるアリエルみたいな、グルンつってなんか魚チンアナゴみたいな感じの、ちょっと回避というか動きが私は好きです。回復鏡で待ってる。耳回復鏡で待ってる。別に言って。